あ、皆さんこんにちは。那須烏山市の山あげ祭り終わりましたけど、まだまだね、動画でいっぱい紹介したみたいに見るとこたくさんありますんで、まだまだね、那須烏山市足を運んでいただきたいなと。まあ、ただ今週の土日は、銀座通りの七夕祭りでお会いしたいですし、何よりもいよいよ今週、29日ドラゴンクエスト11出ますけれども、全然僕には関係ないふりをしている佐藤誠です。今日はですね、これすごいでしょ。今日これどこだと思います？このね、まあ、鹿沼市なんですけど、ガーッとね、これ市役所の公園、ほんとこれ市役所のこれ新館の屋上に来てんですよ。今日はその市役所の建て替えのことについてちょっとお話ししたいなと思ってるんです。まあ、市役所を建て替えることになってます。まあ古いからね、当然ですよね。もうそれは議論の余地ないと思うんですよ。怖い、本当に。それでただいろいろ議論されているのが、まあ、あ、電車、電車見えない？あれ？行っちゃった。くそ。まあいいや。なんだ、どこで建てるかとかね、どうやっていつ建てるか、どんなものを建てるかっていう議論だが今まですごい繰り広げられてました。佐藤市長が今のこの今宮町の場所にね、建てるんだっていうことを発表しました。でそれに対して、まあアンチテーゼとしてね、反論として、あっちのね、こう神殿の方にね、建てたらどうだっていう、意見もありました。神殿に建てようっていう人の理屈は、結局この今宮町のこの場所だと狭いだろうと。で当然これ最初の素案としては、全部これあるものを壊してこうのっぽのビルを一つね、建てるっていうのが、まあおおむね基本的な考え方とされてきてました。それだとコンクリート、鉄筋コンクリートの、建物ですし、地元の業者受注できないですし、なおかつね、鉄筋コンクリートだと地元の木も使えないでしょうと。なおかつ、ここに建てるっていうことは、仮設庁舎を別の場所に作んなきゃなんないですし、一回そこに、引っ越しをしなきゃならないし、また完成した後戻ってこなきゃなんないっていう、二回引っ越ししなきゃなんないじゃないかと。それだったらば、神殿の場所に、広い場所ですから木造の、平屋建ての建物をね、何棟かね、ああいう、まあなんだ、こういう、まあ、中央小学校みたいに、ね、こう木造の 2,3 階建ての低層のをね、ポンポンポンって建てれば、地元の業者も、受注できるし、鹿沼の木も使えるし、引っ越しも1階で済むし、仮設の庁舎もいらないでしょと。そういうので神戸の派っていうのをやってたんですけど、でもそれが市長選でね、まあ、争点にならなかったっていうのが何より一番の問題だったのかもしれないんですけど、まあ、この場所に建てるって主張している佐藤市長が勝って、で選挙終わって、まあ、いよいよここで進めていきたいんだっていうことが去年ぐらいから、始まっている、議論です。だから神戸の派がありました。でその今宮派っていうのがありました。2つのね、意見っていうのが分かれてました。でここに来て、この今宮町で建てるのはいいけれども、もう少しじゃあこういう風にしたらいいんじゃないかっていう、まあ、あれ今宮 B 案と名付けるこう案っていうのが出てきたんですよ。これはですね、基本的には市田昇議員の、主張なんですね。今日はその今宮 B 案っていうのはちょっと長くなっちゃうんで、別の機会に、皆さんにはまあ、市田さんの場合によって市田さんとこうね、こう並んでこうインタビュー形式でね、やってもいいかなと思ってます。それで皆さん聞いてもらいたいと思います。でもう一つにわかに浮上してきたのが、こうあそこのね、御殿山、これ後ろ御殿山球場、このね、よいしょ、こうね、御殿山を使って、あそこにやっぱり木造の平屋で何とか建てればいいんじゃないかっていう、その御殿山案っていうのも出てきたんですよ。つまり
もともとの今宮案があって、じゃあ今宮城でやってるのもいいけどこうしたらどうかっていう市田さんが言ってる今宮 B 案があって、でまだやっぱり上戸の案っていうのもね、やっぱり 町の中心がそろそろずっとこっちでもどうかっていう中で、上戸の案っていうのもまだあるのかなと。うわー怖え、上戸の案っていうのもねまだあるんですよ。はい。でに、まあ、また浮上してきたのが、御殿山案っていう、その今ね4つの考え方っていうのは僕が知る限りはその4つの案ですね。まあ実は僕ちょっと違う提案も議会でしたんですが、その市田さんがどういう案かっていうのと、まあ僕がじゃあ今まではどういうスタンスでどういう発言してきたかっていうのはまた次の機会に、皆さんと、議論をしたいなと思ってます。本当にね正解って用意されてないんですよ。もう今神様はいませんから、自分たちでね考えて決めて、それに対して責任取りなさいっていうのがね、これは政治ですから、ね、自分たちで本当にね、今いろんな可能性の中から考えて、答えを出していくのが政治だと思ってます。本当に市役所建て替えっていうのは本当に怖いんだこれ。こう50年か5、60年に1回しかねこれ議論できないわけです。そういう時に、まあ、市議会議員でいるっていうことはある意味こう誇りを持てることでもありますし、やっぱり責任も感じなくちゃいけないことだと思うし、やっぱりただね佐藤市長の言うままでいいんだと、なんか触らぬ神じゃないけどと、そういう気もないし傍観者でいる気もないので、やっぱり自分の意見っていうのはね最終的に決まって立ってしまうまではこういうのはどうだとか、こうすべきじゃないかとか、そういうのはね言っていこうかなと、まあそれが仕事だと僕は思ってるんで、やっていきたいと思います。キーになるね本当に人としては本当に市田昇議員っていうのが挙げられると思いますし、海老原議員の意見っていうのもぜひ皆さんにはね耳を傾けてもらいたいなと。で賛成するならねそれは応援をされたらいいですし、そうじゃないって思うならば逆にじゃあなぜそう思わないのか、ぜひね理由を聞かせてもらいたいなと。そうやってね議論して最終的に決めていって、でみんなでね責任を取っていくっていうのがね大切なのかなと思っております。いや本当にね眺めいいですね。まあ どっちにしてもですね、市役所を建ててね、建てた時はこう屋上っていうものを本当市民にねこう開放してねあげたらいいと思います。これ本当新館の屋上ねこんな感じですけど怖いんですよ本当にね怖いですけども、ちゃんと柵を作ったりなんだりすればこれ一つのね鹿沼市のね財産にねなるんじゃないでしょうかね。なかなかこう高い建物ねないですから、こういうのもねいいのかなと思ってます。じゃあそろそろ時間限界なので、ではこの今週末は、銀座通りの七夕祭り、お化け屋敷でお会いしましょう。ちょっと最後ねぐるっとねいきますよ。どうだ、いや本当にねいい眺めですね本当にね。これちょっと いきますよ本当おっかねえんだ、こうねこういう感じでございます。はい、ね、ああ怖い。それじゃあ本当終わりにします。ごきげんよう、あらしゃ、恨みしよう。